日本と世界の風通しを良くしてくれた。キョパスすぎねえか。でもあれネックレスブルガリのでかいのやったんで、ね、30万ぐらいの、ね、それが気になってたね。これずっと俺これ言ってんねん。いいよちょっと。これどうかいきます。僕からいいですか。はい、じゃ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 ーん、ドン。先を読む、世の中とかを含めて全てにおいて。だから庭崎高校でもこの人オール5でしょ、うんうん、頭もすごい良かったでしょ。計算してるっていうわけではなくて、先の先をずっと読んで、こうしたらこうなるなとか、いろんなのが絵が見えてんじゃない、先を。今でもね、いろいろ日本史とかいろいろやってて、いろいろ成功してるじゃないですか。やっぱすごいのかなと思いますけど。お願いします。もう僕もこれしかないですよね。もう僕ずっと出してらった、受けてらったんで、もう走ればもういいボールが入ってく、もう入ってくるっていう。だから僕のスピードはやっぱこう殺さない絶妙な、こうやっぱりパスセンスがあるんで。今日でもあれさ、キョパスすぎねえか。でもあれあれなんか読んでるっていうか、とにかくスペースに行って、ウイングバックやってたじゃん私だって、うん、352で右と左だったんですよ。で走って出てくるの、出てくるんだけど、まあ、絶対届かねえだろっていうような、そのパスもいっぱいあったんで、いいとこはみんな見てるけど、そこじゃねえだろっていうのは結構ありますよ。だからチーム内で結構バチバチやってましたよ、みんな言い合いになったら。中はね、ミーティングだな。そう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 。だって試合中にクモンさんといたんですよ。今マリノスの強化やってるんだけど、クモンさんサイドバックやってる時に、もう7メーターぐらい近いのに中田キョパスして胸に腹ぐらいにすんげえライアンのインサイドキックがあって、バホーってなってクモントラップしてるあれどうなのあれだけどそこから先行くと、やっぱりその努力をしてウェイトもやって、体強い、うん、体強いだけじゃなくて、彼ってその柔軟性がすごいあったんで、柔らかいんですよ体。ペットで反転したりとか、もう相手しょってても前向けるんで、前向いた瞬間に筋トレの効果で足強いから球が速いんですよやっぱり。そしたらもうそうそう、インサイドすごいんで、その練習ばっかりしたし、そうするとそれで普通のインサイドだったらディフェンススッと寄せるんだけど、寄せるっていうかカバリングできるんだけど、できないじゃなくて、だからバルサがボールとかアーメンとか速いじゃないですか、あれ以上に速いぐらいにパス出したんで、だそこでパッとうまく合うと、もう決定的シーンを作る。だから彼はそれをもうイメージできて、自分の喋ってないか分かんないですよ、俺が見てる中でですよ、3年ぐらい、あこういうイメージなんだ、それからペルージェ行った時に、あここなんだっていうのが一致したかなっていう。だからそこはやっぱすごいんじゃないですか。あとスパイクでかくなかった。あでかかったもんね、ちょっと先はねナイキ入ってたけど、スパイクでかかったね、フィラとね、うん、それは気になってたねやっぱね。あとなんか鮮明に覚えてるのは、なんかたまに遊びのリフティングとかやる時に、なんかスリータッチとかやると、もう最後なんかもうこんな近いんですよ、結構近い距離で鬼パスが来るんですよリフティングでも、はいそれダメとか、そういうのはなんかすごく記憶あります。そこ、ここでもこんなキョパスなんだとか。だけどあのチームメイトとしてはすごいいたら助かりますよ、もちろん一、うん、人で3人分ぐらいやってくれるんで、うん、いじればあの本当にそう、ね、うん、帰ってくるんで。いやなんかいろいろこうなんか雑誌とかなんで、当時のなんか好きな、僕忘れちゃったんですけど、女優さんがいて、その人の名前を連呼するとどんどんこう帰ってきますしでいじりがいはありましたよ、ピッチ外のところでは。まあ当時の中田選手は試合のウォーミングアップの直前まで誰とも喋らず、ずっとウォークマンイヤホンして、うんうん、ずっと漫画読んでたんで誰とも喋ってないですよ。あれウォーミングアップ始まるよって30分か40分前に出てくるぐらいなんで、そんなイメージ。オフであんまり喋らないですか、その。いやいやいや、オフのオフなんか誰も分かんないですよ。だけど僕が思うのは、奈良橋明と中田秀俊はロッカールームはめちゃめちゃ綺麗だというすっげえ綺麗好き多分俺中と俺の隣か隣ぐらいだったんですよ。奈良もちょっと端の方だったけど、もう二人も量もそうだけど、服超綺麗に揃えてあって、洋服屋さんみたいにちゃんとお財布と携帯とピタッと置いてあって、荷物は何もない、物はなかったでしょ、ないないないロッカーね、二人ともね、ないないない、すっごい綺麗好きだなと思って見てたね。あとは僕覚えてるのは、結構まあ東京から帰ったんですね、まあヒデもそうなんですけど、一緒に
別の車ですよ、別々で帰って、ちょっとじゃあ東京でなんか食事かなんかあれでなんか一緒に行こうっつって、で普通だったらこう一緒にこう並走するじゃないですか。でもう、まあ、ポルシェでボーン、自分でバーンって行っちゃうんですよ。だそのぐらいなんかマイペースっていう。でねーん、ランチはいつも一人。二ブレの時のランチは必ずいつも一人でした。僕マネージャーがいたんですけど、マネージャーといつも蕎麦屋練習場の近く行ったんですよ。ベルマリのいつもランチ蕎麦は一人で食ってました。でこれもう一人前食っていいかなとか俺に聞いてたけど全然一緒になって一緒に食うことなく食べることなく、もうこうなりますかね、マイペース。あーいろんな、うん、まあ、プラピッチ外でも。でもほらベルマールって昔個性的な人が多いんで、うん、お二人含め、そう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 、だからもうロペスもいたし中田、まあ、いろんな人がいたからあんまりそんなみんなお互いに干渉することなかったですよね。そうですね、結構サッカー人って結構すごい多くないですか昔。別に終わったら終わったらもう別にいいじゃんみたいな、うん、フリーでっていう。僕はでも結構、はい、いじってましたよ、いじってた方でした。もううちの嫁ともすごく仲良かったまでいかないですけどお付き合いもあったんで。それ家来たりとかないですよね。家来たりこれ言っていいよ、いいよ言っちゃって言っていいのかないいよ言っちゃって。もう近かったんですよ、家が、はい、家が近くて僕がどっか行ってた時に嫁に電話したら、あもう中田来てる、そう、秀来てるよっつって、うん、ヒデがいて、なんか2人でお茶してるっていう。自分いないのに。あ、僕いないのに。だから、ほんとマイペースなんですよ、だから。覚えてます？その初めて会った時とか。いや、僕だからトイレで、連れ所になったんですよ。初対面。練習生で。で、なんか17の、ん？なんかワールドカップが決まってたのかな？ワールドイースです。20かな？うん。それでおめでとうっつって、ありがとうございますっていうの、それは僕覚えてます。はい。一人で、はい。それは覚えてます、大神のトイレ、それは覚えてます。めっちゃ覚えてます。で来るわけないだろうと思ったんですよ、やっぱ注目されてましたし、ベル周りにもう来ちゃったんで、それはもうびっくりでした。で来た時は改めてお願いしますみたいな、お願いしますっていう感じで、まあこれもいろいろ何回か言ってますけど、最初は奈良さんだったんですけど、試合出てくるなって奈良君になって、もう最後の方はもう奈良っていう、そのこう三段勝つようになったっていう、はい、呼び名が。ゼロックスーパーカップでしたでしょ、高校3年生の時の。うん。ベルマールとベルディやった時です。後半から来て最後 PK 彼外して、うん、高校生で蹴ったんですけど、うん、国立で。そのイメージしかないですね。あとはテレビでちょっとね、あんまり今みたいに昔はテレビなかったけど、ワールドユースの試合見てたんですよ、ちょっと。やっぱりサイドハーフやってたけど、あ、裏の飛び出しがすごい上手いなっていうイメージがあったのね。で彼もそれで抜けてスッと左サイドやってたんですけど、アウトサイドでなんかアウトでパスしたのかな、ゴールしたのか分かんないですけど、あーすげえいい選手だなっていう印象はありましたけどね。もともとウィンガーだもんね。そう、やっぱ昔だとすごい生意気ってイメージがあるじゃないですか。だけどそれをワールドカップ出て、奈良もその時出てたけど、実力でベルージャ入って、うん、あの時代ってなかなかヨーロッパ行けないですよね。それでやっぱペルージャであんだけ活躍して開幕戦有名で2点取ってとか年間10点取りましたよね。アジア人がこんだけできるのか、まあ、日本を超えてアジア人すごいなっていうのと、やっぱみんな衝撃を受けたんじゃないですか。セリアってすごいイメージじゃないですか、うん、だからやっぱり日本と世界の風通しを、ね、よくしてくれた選手だと僕は思ってるんで、まあ、そういった意味でもこの人が活躍して結果を出したっていうのは今の日本サッカー界にとっては僕はすごく財産だと思います。本当はね、このベルマルの時ここにねネックレス、ブルガリのでかいやつあるんで、ね、30万ぐらいの、ね、それが気になっちゃったね。これずっと俺あれですよ、スパイコンその時フィラー、そうフィラーでね、黄色でここね、ブルガリのこんな金のネックレスしたんだよね。これでも 97? これ この時いなかったから、7番だから97人じゃないこれでしょ。でみんな中田のことからパスパスって言うじゃないですか。あれパスじゃないんですよ、パスもいいんだけど、あの守備めっちゃうまいですよ。ボール強いからね。そうそう、強いし限定しながらボールを奪うのめちゃめちゃうまいですよ。それを奪い切ってくれるんで、サイドハーフやったからサイドバックに行くじゃないですか、限定しながらパッとそこを取ってパン、速いアーリークロスとか、
そうなんで、だからマリノスと雨の日上位対決かなかったんですけど、 4-2 で勝ったんですけど、雨の三つ座で彼その1ゴール2アシストぐらいしたのかな、ロペスに2アシストぐらいして、いやその時はまだ覚えてるよね、雨の中ですごい、うわすげえなって、相手沸騰されまくってたもんね、守備の時とか。で俺前に走っていく行く人じゃないんで、足元で受けてギュッと行く人なんで、うん、ね、だロペスよく喧嘩してたじゃん試合中。あ、いなかったか。あ、でも代表でやってた、でしょ。ベルマーレの時はロペスと全然合わなくて、本名簿とも喧嘩したから。ロペスは裏じゃないじゃん、足元の前じゃん、足元だもんね、中田は裏でしょ、うん、俺いつもそこの間に立ってまた喧嘩してんのかなってずっと試合中は思ってましたよ。だからそう考えると、あのジョホールバレで岡野君が出てきた時はやっぱ一番生き生きしたんじゃないか。確かに裏抜けてくれるんで出しがいはあったと思うんです。いやだから最初のイメージは、だからもうユベントス行って帰ってきた時にボールの強さを求めてたのよ、彼の中でもそれがイメージあって、そういう風にやっぱ変わるじゃないですか。あ、ここじゃないんだと思ったじゃない、それで上を見た時に。だけどやっぱりそれを90、それは6年ぐらいにやり始めたんですよ、あんまり強くない時に、途中からどん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 ベルマレもあんまり強くない時、それ97年チームになって植木さんが監督になってロペスとかも入ってきた時はやっぱそこは少し、丁寧に足元足元しっかり出す、裏には裏っていうのはちゃんとやってましたよ。まあでも一つ言えるのは、まあすごいよ、すごいんじゃないですか、あの二十歳ぐらいであんだけいって、なかなか相性いないと思うよこれからも。でも技術的にはまあまあまあしっかりしてる、基本基本技術がやっぱりしっかりしてるんで、止める蹴るうまいし、うん、蹴れるし、ね、両足蹴れるしなと。別にあれだよね、何がすごいって言われなくて、なんか全体的にね、うん、やっぱり基本のレベルが本当しっかりしてるんで。あとマラソン早い、あ何ね、マラソン、マラソン早い、一番早いのは本名簿だけど、本名簿くさいんだけど、2番目中田、中田は日本人トップじゃないですか、マラソン走らせたら、クーパーストとかすごい速いですよ、まあ、そこにはアンダー15、17、18、19とか全部入ってるから、やっぱアフリカ人と戦うと、やっぱフィジカル強いって言ってたもんね、そういうのもあったんじゃないですか。そういうとこに行って、自分で課題を持って帰ってくるっていう能力がまたすごいってことでしょうね、行っただけで終わっちゃう人じゃないってことですね。そうそうそう